どうもマグニです。今ね YouTube ご覧いただいてると思うんですけど、今すぐにでも試せるこの動画を見ながら今すぐにでも試せる裏技をいくつかご紹介いたします。私のトップページで恐縮なんですが、まずはね検索窓に入力していく系の裏技、 Use the Force Luke、 スターウォーズのなんかあれです。いきますよ。ほら見えますか、このようにね、ウィーンと動くんですよ。で、こう、マウスをこう動かしていくと、揺れ動くと。なんかこう、フォースがね、スターウォーズのフォースがこう揺れ動いてるような感じをこう表現してるでしょうね。はい、次はこちら。ドーン、ガーン。ね、このように、ご覧ください。関連動画がね、このように、何かしら関数みたいな、ほら、こういうやつですね。ぐる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 ってなるやつね。ほら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 。線ができたでしょ。こういう並び方、関連動画がこういう風に並ぶよ。ただそれだけでございます。はい、どんどんいきましょう。こちら、じゃーん、フォントからこうガラッと買ってしまいますね。このようにで、なんか犬ばっかりになるっていうね。なんかあれです、犬好きの、いや違うな、これ動画、元ある動画がね犬っぽくなってるんですよ。これマインクラフトですよね、これ多分。はい、次はね、これは皆さんご存知だと思います。Do the Harlem Shake。はい、こんな感じですね。ビームミーアップスクッティー、はい、こんな感じですよ。なんかね、スタートレックの、セリフが元になったなんかこういうギミックというかあれだそうです。はい、続きましてね、 URL を、動画のね URL にある、文字列を足すとどうにかなるっていう系の技です。この YouTube の後にですね、子供文字を入れます。じゃん、いきます。そうするとなんとダウンロードページが現れます。また同じくですね、この YouTube の後にリピートと入れてやると自動的に、リピートしてくれます。ほら、これ終わってもまた自動的に再生してくれますからね。はい、このような形で、例えば BGM なんかのね動画をこのように再生するといいかもしれませんね。最後にですね、 YouTube でゲーム系いきたいと思います。動画を見てる最中に1980、ほらなんとですね、そうすると上にねミサイルコマンドって出てきて、ここをクリックするとゲームが始まります。で、このミサイルかなんか しないですか、これをね阻止します。ちょっと時間、撮影に時間かかってしまってカメラがね、途中で止まってしまいましたが、まあこんな感じです。 YouTube 今ねご覧いただきながらやっていただくと面白いかもしれません。僕の動画を日々言って潰してくださっても結構でございます。今日は以上で YouTube の小技集でございました。では。